とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、コメントをいただきました。ありがとうございます。いつも本当に、たくさんのコメント、ありがとうございます。すべて読むようにしてますので、どんどん、コメントください。よろしくお願いします。で、今日のコメントでは、強い装備、どんなものを持ってるか、見せてもらえれば嬉しいです、ということだね。強い装備、おそらく、あれだよね。262とかなんかそういう高パワーのやつと、あとお気に入りのやつっていうことかな。まあ、今日は、それをすべてお見せしたいと思います。今、アイテム欄、たくさんあります。でも、たくさんあるけども、全部使えるわけじゃなくって、古代狩りのお供え物用に取ってるだけですね。お気に入りは、まずこれお気に入り。星泣き夜。この前ゲットしたやつで、エンチャントが、虚無、そして、働き鉢、クリティカルヒット、ですね。ここをね、採掘者にして、生存率を上げていくっていうのもいいと思う。うん、働き鉢にして、竹取ってもらうっていうのもいい。これはなかなかね、お気に入りになりそうな、星泣き夜、だね。で、下に行きまして、あ、これ闘志の締め具、これはね、プレゼントで、視聴者さんにもらったやつなんだけども、素晴らしい性能だね。黄金スキルで、衝撃波。で、エンチャントが、旋風輝き雷。もう、ものすごい攻撃特化となってます。まあ、虚無がね、出る前にもらったやつなんで、こういう感じなんだけども、虚無が、まあ、雷に取って代わって入れば、かなりもうちょっと上がるかな。はい。で、あ、これ259。259の重力ハンマー。ありますね。まあ、性能悪くない。うん、悪くないよ。衝撃波。で、働き鉢。採掘じゃ。おお、どっちでもいいね。で、虚無。さっきのやつと似てるね。さっきのやつと、似てますけども、これ、なかなか、使えそうだな。うん、改めて見ると使えそう。で、255の、呪いの斧。これはちょっと微妙かな。ちょっと微妙です。で、256の成長するスタッフ、エンチャントは若干微妙。いや、まあ、使っていけるね。使っていける。で、これも高パワーです。259の闇の刀。だね。刀自体あんまりね、俺あんま好きじゃないので、使いはしないんですけども、一応持ってます。で、これ、262。うん、最大パワー。なんか最大パワーが263らしいのよね。うん。でも見たことはないんだよな。一応262の俺が持ってるやつの最高パワーのやつです。でもね、看守のサイスっていうところがね、言わせないよね。もっと別の武器が良かった。エンチャントは素晴らしい。衝撃波クリティカル輝きです。もう素晴らしいね。うん。で、監視のサイズ、250と62を比べると、ダメージが倍ぐらい違うのよね。近接攻撃が、確かね、60万ぐらいなのよ。250が。で、62になると、94万って、もうとんでもない火力になる。で、しかもこの衝撃波ね。衝撃波の威力よ。一発で70万のダメージを出すことができます。高パワーの衝撃波はね、えぐいね。70万。普通だったらば、こんぐらいよ。43万とか。衝撃波だけでかなりダメージを与えることができます。うん。まあ、チェーンで敵を貼り付けて、そこに衝撃波を打っていくっていう、まあ、若干時間かかるけども、安全に倒す方法っていうのはありそうだね。で、そして、260の闇の刀。さっき259があったけども、260のやつもあります。使えないことはなさそうだけど、もともとがあんまり好きな武器じゃないんだよな。あ、ラストラーフ !254 です。武器としてそんな強くないんで、使うことはないと思うんだけども、一応持ってますね。で、そして、まだ確か高パワーは残ってたと思います。あ!これ、星泣き夜の高パワー !254。でも、エンチャントが、この、エーリ、アンチャンティングで、若干微妙だったんだよね。確かに、
攻撃力は凄まじい。一撃で300万以上のダメージ与えるんだけども、やっぱり虚無とかを入れてた方が、攻撃力は上だろうね。ちょっと残念、エンチャントが。で、そして、もうちょっと、これ不滅のライフ !261! ね、これめちゃくちゃね、来たと思ったんだけど、エンチャントが微妙。もうね、一つだけ、流れ込む魂が入っててくれればよかったのよ。流れ込む魂が入ってない。ということでね、これは、ちょっと使いにくい武器になっちゃったな。残念。はい。で、そして、締め具いっぱいあるね。締め具は、取ってます。なんか、売ったりするのがもったいなくって、一応取ってますね。で、なんかマルチした時に配ったりしてます。だいぶ減ったかな？締め具。20個ぐらい持ってたんですけども、今十何個かに、落ち着きました。あ、凍てつく金属片。253。まあ、使い物にはならないと思います。で、他は、254のストームランダーがありますね。性能いまいち。こんなもんかな、武器は。こんなもんですね。で、弓は、なんだ、高パワーのやつ別にいいやつはないんだけども、まあお気に入りとして、この夜の棒だね。ボーナスショット、バーストボーストリング、クールダウンショット。で、黄金スキルでダイナモがついてるっていう、これ素晴らしいやつとなってます。で、昔はこれちょっと使ってましたね。冬の指先のバーストボーストリングがついてるやつ。もう今はほぼ使ってません。んで、ああ、これ惜しかったな。260の機械仕掛けのショート棒。260でね、なかなかいいかなと思ったんだけども、エンチャントが全然よろしくない。なので使ってません。こっちもね。こっちも。機械仕掛け。全然ちょっとエンチャントがよろしくないです。これがね、いいのがついてくれれば最高だったんだけどね。そしてこれ、お気に入りです。ピンクスコーンドレル。はい。エンチャントでバーストボーストリングとマルチショット、クールダウンショット。最高だね。この武器が、あります。で、ハープクロスボウの、260あるけど、これはちょっと微妙な感じだね。ツインボウ257。これも微妙。蝶が254。微妙。パープルストーム。エンチャントが微妙。このピンクストコンドレルもエンチャント微妙。まあ、そんな感じですね。あとお気に入りは何がある？あ、このレッドスネーク結構ね、お気に入りです。威力がとんでもない。スーパーチャージとオーバーチャージがついたレッドスネーク。これマルチショットでバシュっていった時、とんでもないダメージを叩き出します。これ超おすすめします。こんな感じかな？で、今実際使ってるパープルストーム。これはもう間違いなく最高だと思います。ロールチャージ、クールダウンショット、無限。だね。この無限はね、もう今となってはいらないね。矢を無限増殖できるので、これは今となっては必要ないと思います。昔はこれすごく役に立ったのよ。で、そして、防具だね。防具はね、まあお気に入りはこれかな。260のヤギの装備。です。大体俺これを着てます。デスバーターと雷フォーカスがついてて、で、元々の能力でクールダウンがついてるやつだね。これはそこそこお気に入りです。で、あとは、最近ね、入手したやつでおすすめなの。これ。生きたツタのアーマーの、黄金スキルでクールダウンがついてるのよ。で、雷フォーカス、火炎フォーカス、マルチロールのやつですね。これもともとアクロバットがついてる防具なので、マルチロールポン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 使っていけます。で、雷フォーカスと火炎フォーカスと、クールダウン。で、カバンビルドが使えるので、いいよね。で、さらに、モブをね、トラップにかけて動けなくしてくれるので、安全性が結構高い。これ結構最近、ね、おすすめしてます。かなり使い勝手がいいですね。
まあ、とりあえず防具はこんなもんじゃないですか。うん。まあ、クリアするときにはこの強固のアーマーの幸運の海でクリアする感じですね。はい。あ、あと装備してるこれね。クールダウン4のバトルローブ。これ発売すぐぐらいからゲットして使ってます。ずっと使ってる。1年以上使ってる、防具になります。これあると結構いろんなところ行けるから楽ですよね。うん。で、不滅のナイフの流れ込む魂がついてるやつ。これも、気に入って使ってます。はい。まあ、ざーっと紹介しましたけども、こんな感じです。かなりアイテムいっぱい持ってますけども、ほとんどが、使わないやつだね。使わない、古代狩りのお供え物となってます。はい。こんな感じで、どうだったでしょうか。はい。では、またね、何かありましたらコメントどんどんください。すべて読ませていただきます。では、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。